はい、マジセミ寺田です。皆さん、こんにちは。ですね、今日は、お昼の時間からスタートになりますけども、マジテックというですね、バーチャル展示会を、マジセミでですね、やることになりまして、おかげさまでですね、100社のですね、約100社の、IT 企業さんにご出展をいただいているわけなんですけども、ちょっとですね、展示の方は、ごめんなさい、ちょっと準備がですね、少し遅れてまして、7月27の月曜日からという予定なんですが、今日はですね、それに先駆けて、ライブイベントをやってきます。ライブイベントですね、今日からですね、基本毎週、ちょっとお盆は外しますけど、毎週金曜日のこの時間にですね、やりますので、ぜひですね、来週以降もですね、ご参加いただければと思うんですが、今日は、営業マーケティングデーということでですね、営業マーケティングに関する、プレゼンをですね、していきたいと思ってます。で、今日はちょっと特集でですね、3部構成になってまして、1部、2部、3部ですね。全体的に、このニューノーマルと言われている時代に営業マーケティングどうすればいいかっていうテーマでお届けするんですけども、第1部はですね、リアルの展示会だとか、あとはですね、新規、顧客の開拓どうすればいいかとかですね、あとはオンラインの名刺交換をどうすればいいのかとか、営業のためのですね、SFA とか CRM どうすればいいのかみたいな話をしていきます。第1部は基本ちょっとディスカッション形式が中心でですね、私と、スピーカーの方とちょっと対話しながらやっていきます。で、第2部はですね、イノーバさんと共催で、こういった時代のですね、オンライン施策全体に対してどうすればいいのかっていう考えについてですね、お話をしていきます。第3部はですね、メールの営業だとか、対面営業なかなかできないので、メール営業ですね。カイロさんと共催でお届けをしていくと。ちょっと長いですけども、今はですね、第1部のにお申し込みいただいた方に入ってきていただいてますが、最後に第2部、第3部の、アクセスもですね、お知らせしますので、もしよろしければ、第2部、第3部もですね、ご参加いただければというふうに思います。私はですね、ずっと司会を今日はやらせていただくんですが、第2部と第3部はウェビナーの話をちょっとします。第2部ではですね、ウェビナーっていうのをどう考えればいいのかっていう、ちょっとざ、あの、まあ、概念的な話、でも本質的な話をさせていただきます。第3部ですね、ちょっとテクニックの話というか、どういう設備が必要なのかとか、ツールがですね、今日、ズームですけど、ズームとCheams とどっちがいいのみたいな話を第3部ではしていきますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあですね、今日早速、今日はちょっと時間がないのでですね、ささっと、私でも自己紹介をパパッとやりますが、マジセミという会社をですね、やらせていただいてまして、今はウェビナーのですね、集客もしくは上の支援をやらせていただいてますと。セミナーをエンタメに変えるということと、セミナーで社会を変えるというですね、ミッションで、サービスをですね、お届けさせていただいているという会社でございます。はい。ではですね、早速最初のテーマに、移っていきたいと思いますが、森さん、ご準備よろしいですか？はい、大丈夫です。はい。ですね、セールスカレッジの森田さんとはですね、こういったこのニューノーマルと言われている時代に、リアルの展示会、どうすればいいのみたいな話をですね、ちょっとしていきたいと思うんですが、森田さん、最初になんか自己紹介はい。をお願いしてよろしいですか？ちはい、ょっと了画解いた面しました。共有を。していただけますか。ありがとうございます。はい。はい。私、セールスカレッジの森田と申します。展示会のコンサルというちょっとニッチなことを やってるようなイメージです。あとは、営業の研修なんかもやっております。本日は、コロナの時期で、やっぱりリアル展示会どうなるのっていうのは結構皆さん関心事としてあるのかなというふうに思っておるんですが、実際に7月末にはもうすでにインテックス大阪で、コロナの後だで言うと結構一番最初のになるんですが、展示会も開催されるということで、どういうふうにしていけばいいのかみたいなところを少しお話しできればなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、早速ちょっとディスカッションしていきたいと思いますが、7月にあるんですか、インテックス大阪で。はい。それどういうイベントですか？メンテナンスレジリエンスっていうやつなんですけど、はい、ありますね。なるほど。マジセミもですね、大体年2回展示会出てて、秋は、
リードさんの幕張でやるあのジャパン IT ウィークまた出るんですね。で多分秋はリードさんやると思うんですけど、はい、まあ、どうなんですか。ただ中止になってる展示会も結構あるじゃないですか。あの、はい、多分 CTEC はオンラインになってますし、 IT 系でもですね、はい、で、結構中止になってるところも多いんですけど、今後どんな感じになっていきますかね。最大のそういう意味でのトピックがあるとすれば、9月に、まあ、人事総務経理ウィークっていうのが、まあ、移動してあるんですけど、そこで、リード社がオンラインブースもやるっていうことを発表しているので、あのイベントエクストラっていうところのプラットフォームを使ってるんですが、これはかなり私もリードさんどう動くのかなっていうのは思ってたので、はい、かなりあのトピックかなというふうに思ってますね。いわゆるハイブリッド型の展示会に今後なっていくっていうことの一つのポイントだったんではないかなと思っています。なるほどなるほど。他のところもじゃあそれに追随するような感じですか。他は結構中止でオンラインだけみたいなところが今多いと思うんですけど、リアルとオンラインとハイブリッドになっていくっていう感じですかね。そうですね、あのいろいろあると思います。あのオンラインだけでやるところもあると思いますし、あのハイブリッドもあると思いますし、いろいろあると思うんですが、まあ、日本でいうとやっぱり一番シェア持っているのはリードだと思いますので、はい、その時かなりのトピックだったんじゃないかなと思いますね。なるほどなるほど。あの参加者の皆さん、ちょっとさっきあの QA の練習今日はちょっとしなかったんですけど、質問ぜひあのいただければと思います、はい、あの QA の方で、よろしくお願いします。なるほど。そうするとハイブリッドってそのあの、まあ、マジセミでも今回バーチャル展示会をちょっとやるにあたって、リアルの展示会とこう何かしらハイブリッドでやれたらいいなってちょっと思ってるんですけど、はい、あのなんていうんですかね、そのバラバラでこうやるのではなくこう連携させるっていうところって、はい、どんな風になっていくんですかね。あの多分どういう意思決定だったかっていうのはいろいろあると思うんですが、一つはやっぱ集客の観点がすごく強いかなというふうに思っています。あのおそらく寺田さんも私もいろんなところでこうアンケートとか取ってると、まあ、半分ぐらいに来場者ってなるんじゃないかなっていうような予測をなんとなくしてるんですが、はいはい、来場者が減るということは出展者からするとすごく不安になると思うんですよね。はいはいはい、はい、そんな中で、まあ、オンラインでも一応ブースがあるということは場所を関係なくても見ていただける、コロナのリスクなしに見ていただけるということなので、それでハイブリッドという形を取られたっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。なるほどなるほど。まあ、確かにこう出展者的にはそうだと思うんですよ。だからその、はい、参加者として何かこうハイブリッド、まあ、もしくは出展者も、うん、なんていうんですかね、こう単にこうバラバラに出してるだけじゃちょっとつまんないと思っていて、何かこう融合することで新たな価値が生まれるみたいなところってこう ないんですかね。そうですね、あの実際に本来いろいろ工夫していけばオンラインとリアルの融合というのはおそらく結構いろいろできるかなというふうに思ってるんですが。